はい、イートログです。今回は簡易エコ窓の LL サイズの設置をしている動画になります。これで完結は多分してないと思うんですよね。日々のブログというか、日々の日記みたいなものを映像化したもんですね。だらだらはやってらんないんですけど、必ず計画した通りにいかないですね。ここはちょっとシロアリに食われてて、手こずったとこですね。窓枠の横のところをちょっとまたやり替えないとダメなんで、シロアリ、には気をつけたいなと思いながら、内側ですね、内装の方からやってます。L 字金具と、粗床ですかね。それで、無理くりつけてる感じですね。何かというと、簡易エコ窓のレールですね。下はつけられるんですけど、上側のレールをつける、スペースなかったんで、それを、去年剥がした床ですね。増し張りをしたところがあって、余ったところがあるんですよね。剥がしたやつが。で、それを今使ってる最中ですね。あと、ホームセンターでこれ、作業台買ったんですけど、作業台でかいっすね。やっぱり万力も使えるし、簡易万力っていうのかな？クランプだと思うかな？多分クランプだったかな？100均で買ったクランプもあるんですが、あれで台を固定して、材を切れるっていうこと、これでかいなっていうのを初めて知ったんですよ。ちゃんと材が固定できてれば、まっすぐに切れるじゃないですか。で、チェーンソーでいうキックバックみたいなのが出ても、それで切り口が曲がんないんですよ。むしろ、ちゃんと材を抑えられてるから、それでまっすぐ切れるのがでかいっすよね。なので、初歩的なとこができてないから余計手こずるんですよね。まっすぐ切って、まっすぐ直角に切ることできれば、ビタで合うんですよ。で、それを、この作業台とクランプを買ってから実感して、めっちゃ感動してましたね。その程度なんですよね。で、この物件買って、今年が3年目なんで、2020の7月の30日、31だったんで、2021の7月30、22の7月30、2年目か。でも今年で3年目を回ってしまうから、シェアハウスをやってみたいって思った以上は、もう本気でやるしかないですよね。だってここまで金と労力を突っ込んだことっていうのは正直ないんですよね。僕の欠点として、やってみたいって思うんですけど、やってみたいと思ったことに対して、僕の今までの経歴っていうのが全く合ってないんですよ。要は全く初めてのことをやりたい。よし、やってやる。飛び込む。ダメだった。よ、これやりたいな。今度これやりたいな。よし、やってやる。飛び込んでやる。ダメだったっていう、繰り返しなので、それってもうそろそろやめようかなっていう感じなんですよ。もう俺38になったんで、40前のおっさんだから、そんな青臭いことをやってるべきではないよなっていうのをようやく感じてきたやつですね。今回これをとにかく何がしたいかって言ったら、若干プライバシーの保護みたいなもんですね。まだカーテンというか、ゆくゆくはちょっと網戸と雨戸つけたいっす、ここ。なんでかっていうと、風が吹くと全部、ここに風が全部来るし、風が来るっていうことは全部雨が打ち付けてくるんですよね。だから、そういうところに、このサッシ付きの窓が付けられてるっていうのはある意味救いで、下のサッシ窓はいいんですけど、やっぱりダイレクトに雨風に打たれるっていう、何かしら保護できるものが欲しいですよね。ただ将来的には雨戸欲しいっすね。網戸と雨戸ですね。それがちょっと欲しいかなっていう感じです。
あとはいろいろこれは悪戦苦闘しながらやってますよね。もともとここは作業スペースだったから、その木くずがめちゃくちゃ落ちてますね。両面テープでやるにも両面テープがつかないぐらい木くずが落ちてるんで、まあまずは掃除すべきだよねーなところから後悔しながらやってます。で、ですね、簡易エコ窓 LL セットなんですけど、これ1セットにつき2枚なんですよね。だからこれでガラス戸が4枚入ってるから、この場合には2セット買わないと間に合わない仕様になってました。まあしゃあないなとは思います。で、あとこれ作った時に思ったことなんですけど、はめるんだったらちゃんと真上からはめないとダメですね。なんでかっていうと一番端から上と下のなんだろう、プラスチックで挟み込むファインダーみたいなのがあるんですけど、あれを一番最初にはめちゃって、あとはトンカチで横にトン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 ってなんだろう、それでなんか流してはめ込むようなはめ方をしちゃったんですけど、そうすると中からポリカ自体がちょっとよじれるっていうか歪むんですよね、金槌で叩いた方向へ。だからそれをしちゃうと実はその歪むんですよ、エコ窓自体が。まあほぼエコ窓なんて中からポリカを通してるだけなんで、それが歪むとその歪みが取れないんですよ。だからちゃんと当て込むことが重要ですし、エコ窓に関して中からポリカのなんか性質上ですね、絶対に元々の寸法に合わせてやった方がいいです。これちょっと何センチかな、3センチぐらい切ったんですよ、エコ窓の上の方ですね。で、そうすると切り口がどうしてもバリバリになるから、その切ったところをにプラスチックの枠をはめようとしたら、その切った切り口が逆に開いちゃって、すごい当て込むのがめんどくさいっすね。なのでもう 1820mm なんですよね、 LL って。だからもう 1820mm に合わせて枠をはめるだけにした方が絶対苦労しないっすね。そういうのでかなり悪戦苦闘してしましたね。で、まあこれ掃除機でやってる、掃除機でなかなか吸って掃除してもう一回作業してっていうのがあるんですけど、やっぱりそのプラスチックを切ってるんで電の子とかで切ってもいいんですけど、やっぱり切り口が粗くなるんですよ。だからこのエコ窓になんかなんだろう、ノコギリついてるんで、そのノコギリでちゃんと切った方がいいっすね。で、ノコギリよりかは、なんだろう、忘れちゃったな。ちょっと、ブラック&デッカーのオプションにもあるやつがあるんですよ。電ノコじゃなくて、ノコギリがあるんですよね。糸ノコみたいなのが、こう、ガーって早く動くやつ。あれの一番目が細かいやつで切った方が、中からポリカはいいです。でもそれをやるんだったら結構高さがないとダメなんで、まあ今回この動画みたいに やる場合っていうのは、ちょっと作業台がちゃん本格的なものがないとちょっときついっすね。まあようやくレールを切って寸法を決めてみたいなとこまで来ましたね。で、やっぱりこれ窓なんですけど、カーテンをつけちゃうと内窓がつかないんですよね。だからまずカーテンよりも先に中からポリカの内窓をつけるっていうことを優先してます。で、中からポリカの何がいいかって言ったら本当にわかるんですけど、もちろんその中からポリカのブラインド的な効果もあると。だからそれがまたブラインドでプライバシー保護になりますね。まあこれ道路からがっつり見られてるんで、あとは
アーテンレールどうやってどこに捨てようかなっていうのがあるんですけど、だからそれをやらないんだったら窓を降りてフライトの張りのリムでも張るかっていうのもありますけど、まあ、ここら辺はちょっとまだ解決はしてないですね現段階で。冷気が直接入ってきちゃって寒いっていうのがありますね。はい。今回はですね、ちょっと締まりがない動画になっちゃいましたけど、とにかく簡易エコ窓で、頑張って気密性を上げてる動画です。まあ、こんなんで頑張ってます。バイバイ。